新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、小野市で今日品薄状態になっているマスクの無料配布を行っています。マスクが無料配布される小野市伝統産業会館には、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、品薄状態が続いているマスクを求めて多くの市民が行列を作りました。市は過去の新型インフルエンザの流行を踏まえ、およそ20万枚のマスクを備蓄していて、感染を防ぐためにこのうち10万枚を無料で配布することを決めたということです。どこ行ってもないからね、いいことだと思います。助かります。嬉しいです。もうこれで安心しました。助かりますね、マスクは。毎日小学校もつけていかないといけないんで、マスクはないと怖いかな。ちょっと怖いです。過剰に反応せんと、いつも通り手洗いうがいをきっちりしとったら、市民の方にかなりの数が渡るんじゃないかなというふうに考えております。手をよく洗ってください。不要不急のない限り人混みには行くことは避けてくださいと、まあ、これを一番お願いしたいところですね。無料配布は小野市民が対象で、免許証など身分を証明するものが必要となっていて、1人5枚まで、小野市伝統産業会館で明日まで行われます。